株式会社福音館書店は、東京都文京区に本社を置く、自動書を中心とした出版社である、略称、福音館。本来は、石川県金沢市のキリスト教系書店で、日本メソジスト教会のカナダ人宣教師が伝道を目的として設立した。その後、第二次世界大戦勃発が避けられない事態となり、宣教師団が全員引き上げることになったため、 宣教師団が持っていた財産処分に際して愛知県名古屋市の保守の書店の北陸担当番頭だった佐藤喜一が経営を引き継いだ。1951年3月、佐藤の娘み、のり子の恋人だった松井氏が佐藤の招きで編集を担当。この時実験的に作った福音館小時典文庫シリーズが成功を収めたため、 翌1952年2月、正式に福音館書店が発足した。1952年8月、会社の本拠地が金沢から東京都千代田区神田三町に移転。1953年、松井の発案で、夫人月刊誌、母の友を創刊。以後、自動書の分野に進出。書店委託ではなく買い切り制にしたこと、紙面に。 他者広告を一切入れないことという二大方針を守って読者から信頼を得る。しかし間もなく大手出版社との競争で苦境に陥ったため、1956年創作絵本、子供の友を発刊。この絵本の第1号から第11号までが産経児童出版文化賞を受けたことで児童出版社としての地位を確立した。1972年5月に制定した、 福音館書店のシンボルマークはデザイナーの早川義夫が制作に参加している。など、ありがとうございます。